皆様こんにちはアセンダンダトの山中です、えー、本日はですね、ドルは安値を見たかというテーマでお送りしたいと思います。主に最近の日銀の金融政策の変更、そのあたりからですね、現在のドル円相場、そしてまたユーロドル相場、このあたりまでを見ていきたいなというふうに思います。まず最初にですね、こちら、き、まあ、今日の目次ということになりますけれども。 まずドルインデックスと週明け、まあ、ドルの動きを見ていこうということですね、そしてその次に、日銀会合とその決定内容、そして日本国債の利回り推移、ドル円の週足ユーロ圏の消費者物価指数、商品価格と海運コスト、そしてユーロドルの週足という、こういった順番で見てまいります。 まず最初にですねドルインデックスの週足ということで、まあ、最近のドルの動きというのはかなりドルが弱くなっている、えー、ドル円でもまあドルが売られユーロドルでもユーロが買われということでですね一時期のドル一人勝ち状態という動きから昨年のまあ大体10月ぐらいピークだったわけなんですけれどもそこからかなり修正が入ってきているということでこちらちょっと見ていただくとわかるんですけれどもこの ドルの、えー、安値というのが、まあ、いわゆる2021年の1月第1週というのがですね えまあ最近のドルの安値ということになってまあこのあたりはドル円でもユーロドルでも非常に似たよう状態なんですけどもえそしてまあ昨年のまあ大体9月から10月ぐらい通貨ペアによって異なりますけれどもドルインデックスの場合で見ていただきますと大体9月末ぐらいのところですねえこちらのところでピークをつけているという形になりますえドルインデックスで見ますとボトムが8 9 2 これは1ですねそしてまあピークが114.78ということなのでじゃあその半値はいくつなのかというと101.99ということでですねこの101.99というところまでいくと一旦いいところではないかともちろんそのあと61.8%押しといったような水準も考えられなくはないんですけれども。 とりあえずはですね、この半値押し、101.99というのをドルインデックスは達成しています。今年し1月に入ってからですね、101.99を達成して、それを若干下回るような水準ということになっています。 2022年の5月安値の水準というのがですねそれよりもまあもうちょっとしたということにはなりますけれどもまあ要はこの辺りは一旦短期的には下げ止まりやすい水準であるというのがですねそうした中で各個別の通貨について考えていきたいなというふうに思うんですけれどもまずですねやはりあの今最も変動幅も大きくマーケットの主役というと まあ、ドル円というこのドル円を主役にしたいろいろなまあ犯人というかですねいろんな登場人物がいるわけなんですけれどもまず最初に円安の大きな動きがあったというのは日米金利差拡大ということで FRB の利上げに対して日銀は緩和を継続というまあそうした動きがですねまあ昨年2022年はまあほぼ1年間続いていたと。 でそれが変わったのが、えー、9月、そしてまあ10月に続けて行われた政府・日銀による過去最大規模の円買い介入、まあ、ドルを売ったわけですね、えーまあ、このドル売り介入の話というのはまあ以前しましたけれども、まあ、やはり規模が史上、ね、最大規模だったということで結構、効果があったということでそこからまあ下げてきているという動きで。 そしてですねダメ押しをしたのが12月20日の日銀会合ということでですねこちらは前回収録したのが12月の半ばでしたのでまだ前回は説明してなかったのでちょっとこの辺りも軽く触れときたいなというふうに思うんですけれどもイールドカーブコントロールというのはいわゆるですね長短 金利全てにおいてですね、まあ、日銀がその金利水準をコントロールしていくというものです。本来中央銀行の役目というのは政策金利を決定して、まあ、要は短期の金利というところをコントロールしていくということになるわけなんですけどもこのマイルドカーブコントロールというのは国債の利回りまでですね5年債10年え20年債とありますけれども特に 10年債の金利の変動幅というものをプラスマイナス0.25%で抑えてきたものをですねプラスマイナス0.5%へ拡大するというそういう発表が行われましたでこのイールドカーブコントロールの変動幅拡大についてなんですけども当初、えー、ゼロ金利からマイナス金利になった時に 長期金利が極端に低下することを避ける目的で導入されたというのがあるんですけども結局その後ですね金利上昇の動きの中で特に主要国米国ですとか欧州ですとかそういったところの金利が上昇していく中で日本の国債の金利というのもですね当然のように上昇が始まったそしてその中で日銀はですねやはり長期金利 金利も抑えていこうということで、まあ、イールドカーブコントロールということで、特にこの10年債の利回りを0.25%よりも上げないようにする、0.25%を超える動きが出てきたときには、いわゆる指し値オペというですね債権の介入、債権買いをすることによって、えー、まあ積極的に金利を下げていこうという動きをしてたんですけども、まあ、やはり海外の投機筋を中心に、ですねこんなことはいつまでも続けられないと。 政策金利と違って債権というのは当然19もある、えー、そうした中で0.25%に上限を抑えるのは無理だと。 いうようなことでですね、かなり海外の投機筋を中心に債券先物の,の売りなどをですね、ポジション的に膨らませる動きがまあ見えてましたということで、まあ日銀としてはまあ、えー、まあ限界だなというふうに思った部分は結構大きかったと思います。プラスマイナス0.5%へ拡大したことで10年債利回りは。 実質的に、ね、0.25から0.5%へ急速に上昇し、これが実質的な金融緩和の縮小と取られたことで、今まで日米金利差拡大という動きから、日米金利差が場合によっては縮小する可能性もあるかもしれないというそういう思惑もあって、ですね円高に大きく動くことになりました。ところが 今回1月18日先週の日銀会合においてはですね共通担保ペの拡充という、えー、発表がなされてえっていう感じなんですけどこれはですね、まあ、日銀が行っているいわゆるその一環ですね例えば今までの日銀が行ってきた資金供給のオペレーションとしては国債の買い入れとか。 あるいは、えー、ETF の買い入れとか、えー、J リートの買い入れとか、まあ、そういったものがこれまで、えー、ずっと大規模緩和の中で行われてきたわけなんですけれども、えー、それをですね補完的に、えー、まあいわゆる緩和を拡充するというか緩和のまあ延命措置というふうにここには 書いたんですけれども、まあ、いわゆる低金利での貸し付けというのをこれまではまあ短期のものだったんですけど、まあ、短期というのは本当に短いものだったんですけれどもそれをまあ10年まで拡大するということが発表されましたでこれはですね共通担保ペというのは、まあ、要はその日銀が定めた適格、えー、債権ということで別に国債だけではなく社債ですとかコマーシャルペーパーですとか。 まあそういったものを担保に、えー、低金利での貸し付けを行うわけなんですけれども、まあ、以前あ,のあった共通担保ペというのはですね、えー、固定金利方式と、まあ、入札方式という中で 特にその固定金利でもってゼロ金利でもってです、ね、金融機関に資金を貸し付けるような、まあ、そういったものがいわゆる新型オペというような名前で呼ばれてもう10年以上前から導入されてたものなんですけどこちらの今回の方はですねいわゆるその入札する通常の共通担保オペ、まあ、要は債権を日銀に差し入れてそれでもって 定理で持って資金を借りることとができるとでこの定理でもって借りることができるというところがポイントで例えば定理でもって借りたお金、まあ、あの極端な話定理っていうとですね、まあ、ゼロから、まあ、マイナスなんかも含めてなんですけども、まあ、大体ここでは 0. 何という非常に低い金利でですね金融機関が借りてその借りたお金でもってですね今度は国債を買うと。 そうすると何が起こるのかというと今までは日銀だけが1人で国債を買い入れていたのが今回はメガバンクですとかその他金融機関が市中から国債を買うという動きになることによって結果として金利を押し下げるとですからそれまでですね10年債なんかもプ,プラス0.5%に限りなく近いところで取引が行われたのが0.4%を割り込むぐらいのところまでいったと。つまりもし 0.3%で資金を借りられるならばそれでもって国債を借りればですね0.1%抜くことができるわけですよね。今この低金利の世の中で0.1%利益が出るというのは非常に大きいわけなんですけどもただこの共通担保ペというのはあの裏を返して言うとですね金融機関に対してですね利益を供与しているということにもつながるわけです。 で結局、そういったことがいつまで続けられるんでしょうかということと黒田日銀総裁はまあ4月までということでえそれ以降、ですね次の日銀総裁の時になったらこれ必ずえ金融緩和からえ金融引き締めまでいかないまでもその緩和の縮小というのは続けられるえまあ考えられることとしてはですねえーイールドカーブコントロールを撤廃するとか ええー、まあ限界がありますんで、ええー、またマイナス金利からゼロ金利へと、ええー、まあ金利を若干上げるというような。 そういった動きはです、ね、十分に2023年中に実施されてもおかしくはないということで次、まあ、期総裁になるとです、ねえー、まあひょっとするとこういった共通担保ペというのは今はやってるかもしれないけれどもあくまでも過渡的なものでどうなるかわからないということで、まあ、共通担保ペの拡充というのが発表された直後は急速に円安に動きましたけどその後完全にイってコインになり発表前の水準そしてその後米国の 経済指標の発表などもあったので、まあ、東京朝の水準よりも逆にドルが売られたなんていう動きにもつながったわけなんですけれども、まあ、今回のこの12月20日とですね1月18日の日銀の決定内容というのは全く逆ですね12月は緩和の縮小1月は緩和を補完するということでこの辺りの動きが為替市場を混乱させることになったということになるわけですで実際にですね 国債の利回りというのが日銀が10年債のイールドカーブコントロールをしていることによってどのぐらい歪んでいるのかというのをよくわかるのがこの図です。こちら昨年の11月から直近の資料を作成した23日までの国債の利回りなんですけども下から見るとオレンジ色これ7年債の利回りですそして一番上にある緑15年債の利回りです。 まあ間取るとですね大体10年債の利回りぐらいになるだろうという感じに本来はなるんですけども10年債の利回り青で示してある通りでほぼ 7年債の利回りになっているということで,ですねこれは10年債の利回りを0.25%に抑えようっていうことがあったので昨年11月から12月20日までは二五パに0.25%のところで完全に横横で動いてますよね。他の7年債とか15年債というのはその時の状況によって細かく上下はしている。 ところが10年だけは真横に動いていてる。そして12月20日に0.5%まで拡大するよということになった後はほぼ0.4と0.5の間で動いてたんですけども年明け1月になってから0.5%を超えるような動きも見えてきたというところでですね日銀は共通担保ペの実施ということを発表したわけなんですけれどもこれ誰が見てもですね 非常に歪んでます本来ならばオレンジの利回りと緑の利回りの間よりも若干下の辺りということでですね、まあ、本来だったらほぼほぼ間に、えー、この青い線っていうのはなきゃおかしいわけです、えー、短期の金利よりも長期の金利の方があの上がるというのが自然な動きなんですけども、まあ、ただあの米国のようにですね 手前の金利が高く先の金利が低いというな逆イールドという現象もあるんですけども、この日本の国債の利回りに関しては完全に日銀のイールドカーブコントロールによって歪められたイールドカーブというふうにまあ言っていいんじゃないのかなというふうに思います。まあこの歪みがですね、結局いつまでも続けられるわけがないというのがですね、えー、まあ長期的にはやはり円安に動くのは難しいんじゃないのか、緩和の縮小というのを結局どこか でするのではないのか特にイールドカーブコントロールの撤廃というようなことがあれば10年債利回りはですね、まあ、少なくともこのオレンジと緑の真ん中ぐらいのところまでは上がっていくまあ0.6、0.7というようなところまでは上がっていくということにまあ将来的にはなるだろうということになりますただ短期的にはやはり今はですねこれまで12月から1月までとこの1ヶ月日銀の緩和縮小によってですね大きく円外方向に動いてきたと 特に短期筋も、投機筋もですねみんな円買い方向に動いてきたということで、まあ、その調整が今は入りやすいということになります。こちらドル円の週足で一番最初、冒頭にですねドルインデックス見ていただいたのと同じような形です。2021年1月第1週がドルの安値 そしてですね昨年10月がドルの高値ということで102.60から151.94まで上がっているという形になりますこちらはサクソバンクの取引されているドル円のデータのですねミッドレートということでビットとアスクの中心のレートを使ったものなんですけれどもそうすると今度半値はいくらでしょうというと127.27ということで 先週から今週ぐらい一旦127円台まで入ってその後ちょっと戻して今はまあ130円台ということになりますけれどもまあ戻しの高値というのが131円台なんですけれども現状ですねごくごく短期的には131円台の半ばぐらいでは売りが出てくる。 130円の大台を割れた129円台では買いが出てくるという感じなんですけどもまあこちら見ていただきますと2021年の年初からまあ昨年の10月まで1年10ヶ月かけてですねずっと上がってきたものがですね10月、11月、12月、まあ、3ヶ月ぐらいで急速にまあ値を下げているという動きになっています。とこころがですねこの間にに結構それなりに それまでドルを買ってた向きの利食いですとか。 あるいは短期筋のドル売りのポジションですとかそういったものが積み上がってきたということでやはり2021年の安値と2022年高値の半値であるこの127.27近辺というのはですね一旦下げ止まりやすいそして短期的にはドル買い方向に動きやすいただ短期的にはドル買い方向に動きやすいものの長期的なことを考えるとやはり戻りは重たくなってくるということで日銀会合後の高値 高値の131後半仮に抜けてきたとしても132、ね、133 13というところまでは可能性としてはあるんですけど135とか140というのはです,、ねまあ、すぐにはないかなということで、まあ、やはりえ次は2月1日の FRB の動きとか。 あるいはさらに先になってくると3月の主要中銀の動きですとかそういったところを見ながらということになりますけれども日銀の材料に関してはやはり黒田総裁後誰が総裁になるのかそしてどのような政策を実施するのかただ、そうは言っても最終的な方向性というのは緩和の縮小だよねというこのあたりをですね考えていくと長期的にはそう 簡単にはドル高方向に大きく動くことはないだろうということでまあ短期的には一旦ドルはそこを打ったただ長期的な動きというのはまだドルの下げのトレンドの中にあるというまあそういう見方をしていいんじゃないかなというふうに思いますえこちら次にですねユーロドルを見ていくときにユーロ圏の CPI を見たいなということでこれユーロ圏の CPI の元のデータが上の青い数字ですね まあえー、CPI といっても、えー、ハーモナイズドということで、えーまあ、各国の、あのー、CPI をです、ねえー、計算でもって集めたというような、まあ、そういうものの元のです、ね、データこの元のデータの前年比というのを、えー、下のところに表示してあるのが赤い線で、えー、2021年から2022年の、えー、年末ぐらいまで 急激に赤いい線が上昇していくそして一時10%を超えるところまでいったのがピークアウトして今は9.2%まで下げてきているという動きでじゃあこの後どうなるんでしょうと確かに絶対的な水準としてですね ECB 関係者が言うようにユーロ圏の CPI は高すぎますけれどもこの後急速にですね えー、低下していく、まあ、米国がまさにそうでした、えー、そういった動きをですねユーロ圏でもするのではないかなというふうに考えています。えー、というのもですね商品価格ですとか海、まあ、運コスト特にエネルギー価格とか、えー、輸送費用とか、まあ、そのあたりが、えー、欧州のインフレを大きく引き上げる要因の一つだったと思うんですけれどもこちらはちょうど1年前の数字をゼロとして今どういう数字になっているのかというものを示したものです。 緑色が一時期非常に話題になった天然ガスなんですけれども天然ガスの価格は前年比マイナス11.04%紫色が北海ブレントですね北海ブレント原油価格前年比プラス0.4%つまり原油価格はほぼ前年と同じ水準 えーまあ、要は、前年比で言うならば0%ということになりますよね、えー、天然ガスに関して言うならばマイナス11%、もっとすごいのが海運コスト、青い線なんですけれども、前年比、マイナス48%ということで、まあ、これはやはりその海運コストの費用が、まあ、一時期に比べると下がってきているのに加えて、ですね、まあ、将来的にリセッション入りということで、まあ、景気後退というようなことが、まあ、やはり全体的にですね、 えー、海上輸送が減ってきている、えー、そして海運コストが下がっているというようなことに繋がりこういった動きが、まあ、最終的には先ほど見たユーロ圏のインフレ率の低下につながっていくと、えー、いうことになるかと思います、えー、そうするとじゃあユーロドルもどうなんでしょうねというと、えー、ユーロドルもですね今後インフレ率が低下し、えー、そして 確かに、えー、次回の ECB 理事会では0.5%の利上げというのが、まあ、コンセンサスなんですけれども。 まあ一部の ECB メンバーは、ですね、前回のその0.5%の利上げを今後も継続しているといったような決定内容にこだわるべきではないというような、もちろん、高派の人は0.5%だって言いますけれども、ハト派の人はですねまあ、0.25%というようなこともえ含みを持たせているような発言をしていますし、おそらく次の次は米国と同じようにですね、利上げ幅を縮小していくと。 そして市場はそういった動きを先取りしていくということを考えるとユーロについても1.10の大台を前にですねちょっと足踏みしやすい状況になってきているのではないかなとこちらも2021年の1月第1週が最近の高値ですそして昨年の9月がこの流れの中での安値 そして今は1.09台へと上がってきてますけどちょうどこの2021年安値と2022年安値ええ2021年高値と2022年安値これのですね反値戻しというのが1.0943と。 いうことで、まあ、1.09台半ば、えー、オーバーシュートしても1.10の大台あたりと、えー、いうところがテクニカルにはですね、一旦上値を抑えられやすい、えー、つまりこれまでユーロは急速に上がってきたけれども、えー、ユーロ売りドル買いというような動きにつながりやすいのではないかなという、まあ、個人的にはです、ね、そのような見方をしているということになります。ま、えー、まとめますとめすドル円 ユーロドル、そしてドルの動きを広く示すドルインデックス、すべて2021年のドルの安値、そして2022年のドルの高値、それのですね反値水準に今、まさにいるということで、今後のことを考えると、短期的には一旦ドルは上昇しやすいと。 ただ長期的にドル円に関して言うならば、まだ円高の流れは変わらないということをです、ね、今の私の為替市場に対する見方ということで紹介しておきます。ということで注意事項、こちら本日の動画、そして資料についての注意事項が書いてあります。また、ですねこちらの方ですけれども重要事項及びリスク開示と。 ということで書いてありますのでご覧いただければというふうに思いますということで本日どうもありがとうございました